いやもう301、302でね、めちゃくちゃ疲れたんだけど。これこの調子だと303もひどいんじゃないか。屋内レジャープール、遊んだら片付け、お片付け系。片付けるなら、まあ、手間はかかるかもしれんけど、なんかすごい、なんか謎解き系ではないんじゃないか、これも。っていうのは探せるのも別に謎解きでも何でもなかったよな。散らかったおもちゃ集めてきて30。まあ30か。そこそこ多いな。まあでも取ってきて入れればいいだけでしょ、これ。こういう感じで。これはもうそんなに大変なんじゃないんじゃないかな。よいしょ。これ違うか 緑色だから片付けるものかと思ったら違うのか。このニコちゃんマークか。通らねえじゃん。なるへそ。これ水の中のやつはどうやって持つんだろう。これ、ポール系そもそも持てない。これ結構大変か。でもそうでもないか。あれか。でも、こうなると難しいのか。難しいな。でも、動いてくれた、動いてくれた。地味に動いてくれた。助かる。助かる。転がすって、A ボタン転がすってあるけど別に。でももっ、あ。なるほど。こうやって運べたのね。そして勝手に入ってくれる。お利口さんだ。外して、この辺、もうちょい、この辺持ってきて、こうして、よいしょ。でも別に関係ないのかな、もしかしてこれ。この辺は、持って運べるやつらはこれ関係ないのか。そうだよね。引っ張ってドーンみたいなのできればよかったんだが。あんまり飛ばねえ。これ物によって飛びやすさとか違うのかな？水こそが減った。絶妙に、そして詰まっている。あそこを通れるようにすれば、結構楽になるんじゃないか、荷物だし。浮き輪で壊せるかな、あそこ。浮き輪通り抜けるの、不便なやつだな。これ、向こうまで飛んでってくれるかな？何が起きたんだ？ちょっともう一回やってみよう。こう引っ張って、あそこのガラス割りたい。こう飛ばす。とりあえず割れないなぁ。こいつも、やっぱこいつじゃないとダメなのか。てか、シュノーケルあるじゃん。落ち着けよう。
あ、でもこの恐竜いいんだよな。やっぱ上下ペアセットなの。いいよな。あ、オッケーオッケー。これで割れて、ここがね、開いたことで、これを持って、ここ通って、こう来れるんですよ。ちょっとワニパニック。ちょっと待って。嘘だろお前。嘘だろお前。あ、通った。はい、閉まっちゃいましょうね。ちょっとこの扉、設計がおかしくないか。こっち向きで。オッケー。これで、さっきのワニとかも通るようになったんじゃないですか。これでワニも快適に通せるんじゃなかろうか。ほらほら、通る。なんなんだお前は。こいつ、とりあえず一回は、ここ、え？これそもそも、いやー。なんだったんだよ。これそもそも、これをこっちに運べばいいんじゃん。うわ、発想の転換。なるほど。そうか。集めてきてっていう言葉から、なんか、そうだな。カゴのところに運ばないといけないっていう、意識が働いてしまったな。なんだこれ。デカ玉は一回回り込んで後ろから押さなきゃダメかな。なんかこいつ入るのか、そもそも。よいしょ。勝手に入った。いやー、こうやって収集しに行けばよかったんだなー。あと、これと、あと一個どこだろう。あ、こっから深いんだ。あと一個は、あった、あそこが出てるな。あそこが出てるな。あそこへの道は。あっちか。いやー、偉い時間がかかってしまった。物壊したから99じゃん。あれ、これって使ってやめちゃってよかったっけ。でも99ちょうどで今収まってる感じ。いやー、やばいなー。3回の動画時間めちゃくちゃ伸びそうだな、これ。おっと。まさかの一方通行かよ。グッチョブ。いや、これはグッチョブ。いや、気づけたからね。ちゃんと、どうすれば楽に運べるかっていうのを気づけたから、カウントが運べるっていうのを気づけたから、もうこれはグッチョブだわ。これで、特別な部屋に入れるようになった、枯山水の庭園。ビルの丘に枯山水がある。枯山水の庭園、わびさびの空間。わびとサビがあるのか。てか今まで水ばっかりだったのに、今回は枯山水なんだな。いや、水めっちゃある。丸い石を並べて。ああ、なんか丸いこけ石みたいなやつを、5個。あれ、こんと。いや、めっちゃ水流れてるのになんであそこだけ枯山水。枯山水って、なんか、水が、運べないから、作るもんなんじゃないの。そういうもんでもないのか。そう。多分水流で、どうせみたいな感じだと思ったんだが、違うのか。あ、なかった。これで、こちら、こちら。あ、落ちた。これは、あー、転がす系か、大変だな。転がす。待って。これ転がすの結構、操作難しいな。あ、でも一回言ってくれた。
中にいる場所違うよ、これ。こっちでしょ、君。次。多分一個、あの感じだと一個めちゃくちゃでかいのあるな。おいおいおい。あ、失礼します。あれ。ちょっと君、ダメでしょ、それ。え？お前どんだけ重いんだよ。転がんねえんだけど。なるほど。いや、ちょっと新しく気づいたね、これは。なんか、水とか、あと、音とか、光とか、何かしら刺激を与えると、あいつら動くんだ。ちょっと待って。これ、水の中が持ち上げられた。よかったよかった。外的刺激を与えると、人を動かせるっていうことを学んだよ、俺は。あれでも、ラス1の一番でかいやつ、一回も見てないよね、多分。他にあったか？ちょっと今回もう洋服は多分しばらく俺この恐竜のやつで行きたいから洋服は無視だな。一番でかいやつが見当たらない。あったよ。ここにも扉あんのか。掴む。スライド式。え？いや、もう。俺悪くねえし。続き。オッケー。ああ、ちょっと待って。あれ？やべ、積んだ。あ、動かない。あ、動いてる。あの段差こいつは登ってくるのか。あ、これ結構大な塊魂並みの操作と難しさを感じる。手段できる。塊魂をやったことがあるのにはこれぐらい。あ、それしまいよ。いける。もうここまで来たら、こうしてもう、嘘だろ。最後の最後で。あ、しかも柵を壊すのか。あ、しかも登れない。はい、あの柵壊れるってわかると、一台振り出しになる戻る可能性が出てくる。丁寧に行こう、最初回り込んで、押す。押す。いった。よし、ここまでだよ、もう。オッケー。いやー、グッジョブ。いや、特別な部屋が一番簡単だったな。あ、でも B か。あとちょっとで A だったろうな、これは。いやでもこれで、なんだっけ、昇進昇格するよね。ちょっと出世。4階に行っても良くなった。いやー長かったなー。ちょっとこれは、ヘビーだったね。いや、3階が難しかったなー、感じかなー。それとも、このまま4階もさらに難しくなっていく感じかなー。